FRB ・連邦準備制度理事会は27日、銀行の資本規制の強化案を賛成多数で承認しました銀行や銀行持株会社が保有しなければならない資本をおよそ16%増加させるとしています最大規模の銀行の資本要件はおよそ19%の増加となります またこれまで規制が緩かった総資産が1000億ドルから2500億ドルの銀行はおよそ5%の増加となり3月以降に相次いで経営破綻した銀行はいずれもこの規模に当てはまります中堅にも大手と同様の義務を課すことで金利リスク管理の強化を促す狙いがあります